ヨハン・デビッド・ショープ・ヨハン・ダーフィット・シュープは、ドイツの植物学者、動物学者、医師である、バイエルン州のバイロイトに生まれた。医師となり、ブランデンブルク・バイロイト編脅迫、カール・アレクサンダーの次位となった。アメリカ独立戦争で、イギリス軍が重宝して作られた、ヘッセン人の傭兵軍に軍医として加わり、177 17年に、ニューヨークに渡った。 ロードアイランドに駐留する間に、アメリカの博物学的な研究をすることを決意し、戦争が終わった後、2年間アメリカに泊まり、フロリダやバハマ諸島を調査した。1784年にヨーロッパに戻り、医学専門学校、ユナイテッドメディカルコリッチス、オブアンスバッハバイロイトで働いた。シュープのアメリカの旅行機は、 ライズン・リーヒ・エーニゲ・デア・ミタルレン・ウント・サドリカン、ファー・アイ・ニクトン・ノード・アメリコ・ニション・スタートン・ナーハ、オスト・フロリダ・ウント・デン・ベ・ホモン・セルン、アンター・ナムマン・インデン・ヤレン1783・ウント1784として2巻本で出版され、1911年に英訳本が出版された。SCHPF は、植物の学名で命名者を示す場合に、 ヨハン・ダーフィット・シュープを示すのに使われる。ありがとうございます。